しゃべくり松代始まるよ。はい、皆さんこんばんは。6月30日月曜日、しゃべくり松代、第192回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からちょっと曇ったりっていう感じでですね、少し雨も降りましたけれども、今はちょっと止んでおります。でそんな松代です。今日のゲストをご紹介いたします。山寺定山亭竹山協力会会長の宮入吉次郎さん、それと会計担当の久保田、雄三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、初めにですね、山寺定山亭の場所っていうのをちょっと確認したいなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。定山亭はですね、はい、この町歩きセンターから、はい、今ここ町歩きセンター、はい、はい、小屋町の方に向かいまして、小屋町のこの信号を南の方に向かって、定山神社の入り口参道がありますから、そこを入ってもらって左側ですね、はい、でそれから200メーターぐらい行ったところに山寺定山亭がありまして、それからまた200メーターぐらい行くと、あの江明寺とか、定山地下号がございます、はい、その場所でございます、ね、はい、そんなところでございます、はい、でまあ場所的なあれですね、これは山寺定山亭、まあこれ七夕の時のねあれですけど、結構皆さん見えてて、ちょうどこの近辺になりますね。そうです、はい。それではですね、これ山寺定山亭とはどんな、武家屋敷だったんでしょうかねということで、ちょっとこれ説明していただけますですかね。パンフでもある通り書かれておるんですが、はい、山寺定山亭は、160石の中級の御師の屋敷ということで、うん、あります、はい、ちょうどその真田幸楽公のですね、殿様の時に、山寺定山先生はお世話になって、藩に非常に尽くしたためにですね、はい、まあ、殿様から160石の屋敷を頂戴しましてですね、自給自足ができるようにということで、泉水路でも有名なんですが、その泉水路の大きな 池を、いただきまして、そこの中に、屋敷とあと書院土蔵というのが現在ありますので、その管理をですね、今やっているところなんです。あ、なるほどですね、はい、はい、まあ、これ真っ白三山というので、ちょっとこれ今あれしてみましたけれども、神原道山、はい、山寺定山、佐久間定山という形のあれで、その中のちょうど真ん中、山寺定山という人ですね、はい、あれ今あれですかね、登録有形文化財もあってね、ちょっとそれも無形文化財、ちょっと説明していただいていいですかね。平成20年に庭園のですね、はい、庭園が国の登録記念物に登録されまして、はい、今年あの建物長屋門と聖徳門、はい、それから書院がですね、はい、国の有形登録有形文化財になりました、はい、そういうあの記念のあるところでございます。これもちょっと今ね、あのパンフに載っている、はい、あのあれですけども、まあ、これはお庭の中にね大きな池がありまして、はい、でここのところで管理者というか宮入さんたちいらっしゃるんですね。そうです、はい、そういう形ですね。まあ、この上の方のこれが神田川そうです、ですね、その池にあるあの、うん、甲骨の写真ちょっとさっきなかった、うん、それがあのこれだ、ね、はいはい、あのこれもちょっと見ていただける、あこれはあの協力会のですね、はい、地元の人たちが協力していただいて、はい、借景の定山 の山の借景を、はい、神田川の土手も含めて、うん、協力して清掃していただいているところです。これ毎年やっておられるんですね。年1回やってるんです。ああ、そうですか。
まあ、そういった中でね、まあ、小山寺定山でも、まあ、盛り上がるっていう形ですわね。その一番下にちょっと写真があるんですけど、これね、はい、このね、二軒に特徴があって、鯉も見ますけども、はい、甲骨っていうのがね、はい、今絶滅危惧種、ちょっと絶滅危惧種になってるんですけども、はい、この池に今咲いてるんです。これはちょっと珍しい、うん、珍しいですね、はい、本当にね。これ今咲くのはいつ頃ですか？大体6月、今咲いてる最中。あ、じゃあこれもぜひ見て、あれでね、見に来て。お客さんが見てですね、ハスの花とかなんかそういう声が。ハスの花ね、ちょっと違うね。ハスとは全然違う。違うね、読む字はですね、山水の川ですね、うんうん、に、骨ですね、うんうん。それで読み方は甲骨と。うん、そうですね、なるほどね。ちょっと珍しいって言って、今度はあれだね、ちょっと見ていただければいいですね。そうです。あとは結局あれですね、その会員って何人ぐらいいらっしゃるんですか？15名で、はい、はい、で365日15名で回してる。そうです。すごいね。あとはあれですかね、この平均年齢っていうのは何歳ぐらい？平均ではだいたい60ぐらい、はい、あ、そうするとまだ若い人も、若い人もいます。あ、そういうことね。ちなみに宮治さん何歳でしょうか？時期70歳。70歳、はい、久保田さんは71歳。71歳、うん、若いですね。はい、それでですね、これ日常的な仕事って何をやってらっしゃるんですかね？うん、一応市の方から約束事なんですが、うん、管理業務というのは一般に、はい、清掃管理、特に目立つその草ですね、草取りっていうのがメインになります、うん、あとトイレの清掃とかね、うん、こういったのは当たり前ですが、はいはい、それプラス、署員の方の建物の方の清掃、はい、まあ、一般に維持管理ですね。維持管理、ね、はい、維持管理が主で、はい、あとは、はい、半分以上はまた利活用とか、うん、施設の利活用とか、うん、おもてなしはお茶出したりとかってあるじゃないですか。含めてですね、あ、それも利活用になっちゃうね、うん、すいませんね。はい、じゃあこれの、山寺定山亭さんのですね、1年間の、まあ、こういう予定ってばおかしいですけど、これ見ると、まあ、区分として学ぶ、見る、聞く、体験する、でその他っておっしゃって、結構いろいろとやってらっしゃるんで、まあ、ちょっと今これから一通りそれに合わせてちょっと見せていただきます。基本的にはこの施設のね、はい、特徴を生かしたなんかイベントとか催しとか、はいはい、地域の皆さんに喜んでもらえるような、はい、ということで基本的なコンセプトで、ね、そうやってらっしゃる、やってるんですけども、はいはい、これ今学ぼうねっていう形で、これも結構みんな募集かけるですね。あ、そうですね、はい、まあ、これもこういった形で皆さん集まって、今年その山寺塾はですね、はい、大雪の時にやったんですけども、ね、本当にもう25人以上見ていただいてね、うん、もう本当に感激します。あ、そうか、大雪って言ったら、これいいところちょっと写真持ってきていただいたんだけど、どうですか？これこの頃ですね、これ、はい、どっから見るところですか？書院のですね、うん、茶室のところから部屋がですね、ちょうど丸窓がありましてですね、うん、ここからの景色が何とも言えないんですよ。で、多くの方は、うん、紅葉の時期にはとにかく丸窓を入れて、うん、バックに庭園の様子を映すと、うん、非常に落ち着いた雰囲気のところです、うん、なるほどね、分かりました。じゃあ、あとこういった形ですね、講演会、これもやりましたね。これもやりました、はい、でこういう形ですね、まあ、これも結構にぎやかだね。内容はそれぞれね、はい、いろいろその月とか、ね、はい、年によって変わるんですけど、うん、はい、これは誰がこういうの皆さん企画して、その、知ってる人連れてきていただいて、講演者を連れてこなきゃいけないじゃないですか。そういったのって大変ですよね。ね、どうやって、一番大変っていうのは、うん、やっぱり
講演をしていただける方に、はい、いわゆる交渉ですね、事前の交渉、うん、これは非常にあの我々の計画した通りなかなか進められないもんで、はい、まず講演者のですね、うん、忙しい方々ですんで、うん、事前に早めに約だから3ヶ月前にはスタートしとかないと、うん、間に合わない間に合わないまあ募集もかけなきゃいけないですよね。その後の募集もまたこれあの行政区域でいくと、我々のところは4区なんですが、うん、4区と、うん、それプラス、うん、6区のいわゆる馬太鼓といって馬場町、大館町、小山市の各行政区長さんを通してですね、全国でもって会談をしていただくような PR をしています。なるほどね。だこういったものをまたこれ今、なんですか、 水墨画展、はい、こういうのもやってますね。まあ、やってるってやってました、やってましたね、はい、あの先ほどのあれは小さな人脈って言いますかね、うん、ちょっとしたことでもこう辿って、うん、あの我々あんまり大きなことできませんので、うん、小さなスポット当てて、うん、そういう人たちの人脈を辿ってお願いしていくと、うん、こんな感じですね、うん、なるほどね、はい、でもこういうのもあれですね、この山寺冗談っていうのはマッチしてますよね、こういう中でね、畳の部屋でこうやってやるっていうのもね、まあ、こういう式の写真展っていうのもなんかこういうのもねやれればやってらっしゃるっていうので、ちょっとね、あのこれなんていうの、金沢の兼六園と似たような感じもあるじゃないですかちょっと味があって、これ誰撮られたの？これはね、ここのスポットがあのこの上安店が一番いいスポットなんです。あ、そうですか、ね、伊勢とマスと松陰と長屋門と全部入った、あのこれはね、うん、どっかの長野放送とかそっちの方のテレビの人たちが来た時に、うん、このスポットが一番いいってこういう風になったんで、ああのこれは私が撮ったんですが、たまたま。そうですか、ね、この式の写真は全部、はい、我々の仲間の久保田さんがね、はい、撮影したやつなるほど、非常に好評でした。そうですか、ね、今度はこれ三味線、津軽三味線、はい、こういうのもやったですね、はい、すごいですね、これ本格的なですね、うん、師匠と言えるようなそういう方がですね、うん、声をかけてですね、ぜひ、うん、この書院でもってやっていただきたいって言ったら、うんうん、歌詞まで連れてきてやっていただいたんですよ。非常に迫力ある津軽三味線をね、うん、やって生で聞こえて、はい、生で、うん、なかなかね、なかなか聞けない、ね、聞けないですね。そうだね、まあ、そういういい企画があって、うん、いいですね。これは何、うん、雅楽ね、雅楽ですね、こういったのもまたね、これもやっぱりあの場所的にですね、はい、山寺定山邸のこの境内を利用してですね、うん、ぜひ真っ白雅楽を、うん、まあ、有志の集まりなんですが、はい、それも、参加していただいてですね、はい、池のほとりでもってやりました、うん、これがそうですね、池のほとりでやったっていうのね、これね、これそうですね、うん、いいですね。これいつ頃ですか？これ12年10月になってね、秋ですね。そうだね、うーん、結構またちょっと洒落てるあれでいいじゃないですかね。あとはこういうその、上原博さんっていう方、はい、なんか障害のある方なんだけど、うん、この方も来てちょっとやっていただいたっていうのを聞いてまして、このタイトルがいいんですよ、心で奏でるハーモニカの響きということで、うんうんうん、上原さんは全盲なんですよ、はい、これがそうですね、この方ですね、うん、で苦労話やっぱりあの現役の時はお勤めされていたんですが、うん、突如として目が見えなくなっちゃって非常に悩んだそうです。はい、なるほどね。これ地域の方ですよ。あ、そうなんですか。神原さんって、神、うん、それから神原ですよ。これ竹細工っていうのも今なんかあってね、はい、こういうのはどうなんですかね。竹細工で勉強するって結構あの今あれしたらこれ見たら結構ね、ああいう中でやるっていうのも一つ面白いですね。そうですね、これね、
まあ、竹山町は竹が多いということで、それにちなんでやったんですけど、ね、そうですか、何年かやりました、うん、これは何作ってるところ、これはね、箸じゃねえかな、あのお皿みたいなやつ、うん、竹ですよ、これも一つあれですね、これはなんて、あ、お茶、これはね、香りですね、香道の香道、そうか、まあ、あのイベントにはあの、うん、自主企画と、うん、そのどなたでもいいっていう他の人たちののがあるんですけども、うん、これはまあ我々は場所を提供してるだけなんです、うん、あの行動ですね、うん、香りの、うん、まあいろんなイベントを企画してやってらっしゃるんだけど、まあ、竹山協力会の皆さんというこれ山寺道団というのはこれからどんなような形で、運営していくおつもりなんですかね、ちょっと短めにお話しいただければ、うん、一番大変なのはその普段の日常管理のね、うん、仕事以外にですね、はいはい、プロポーザルといったその新しい契約の中では利活用しなきゃならんと、はい、それにはいろんなイベントをやらないといけないんですが、はいはい、これがやっぱりより多くやっぱり場所に合ったイベントを開催をね続けていこうかなと。わかりました、ね、はい、久保さん何かございますか。いや、その通りですね、はい、それとまああの私どもだけではあれなんで、うん、真っ白全体のね、あのこういうイベントとかそういうつながりがあって、はい、うん、そういうあの真っ白が全体に良くなってくるそういう方向がいいかなと本人は思いました、ね、はい、はい、じゃあもうあのこれで一応終わらせていただきますけども、山寺定山亭竹山協力会の2人においでいただきました。今日は本当にありがとうございました。どうも、どうもありがとうございました。三塁打さん、はい、いや選手はすいません、休みだと申し訳なかったです。うまくいきましたね選手、よかったですよ、ありがとうございました、ありがとうございました、あとで皆さんよかったです。そうです、出ないのがいいな。ということで、はい、はい、皆さん、はい、今日は、またね、ちょっと先週に引き続いて、はい、またこういった、ね、富岡製糸場と釧路製糸業というのね、これまたやります、ね。7月12日、8月23日、9月13日、はいはい、それともう来月、7月4日、ね、25、8月29、9月26日、ね、まあ、こういった真田幸村とね、真田十四っていう形のですね、イベントちょっとまたやるっていうのね、ぜひまた見ていただければな、ね、ぜひ皆さんですね、おいでいただいてね、見ていただきたいと思いますね、よろしくお願いします、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで皆さん、続いて予告は、はい、どうですか、はい、来週の予告は、はい、はい、来週はね、はい、国鳥大紫の魅力を語るっていうのでね、あ、今もですね、今すごい有名いいっていうね、すごい有名ですよ、うん、今話題になってね、話題になってる、話題になってますね、はい、はい、でこういった形でね、ちょっとやれればいいからね、はい、あのなんか、うん、ちょっとね勘弁見てますね、勘弁、日本鳥類協会が栗田さん、ね、それとね、はい、これしたんですね、それでちょっと、はい、分かりました、はい、はい、はい、そういうお話をね聞くっていう、はい、分かりました、ただパーソナリティがね、はい、清水隆三さん、清水さん、はい、久々に先週ねちょっと旅行でやりました、ね、はい、なんでちょっとやっていただきます、ね、そうですね、楽しみですね、はい、来週はぜひね、はい、それではですね来週のしゃべりましょう、どうぞお楽しみに、よろしくお願いします。しゃべくり松代、また見てね。